はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。今日はこちらですね。どうも。手裏剣戦隊忍忍者、手裏剣合体、デラックスバイソンキングです。はい、2015年4月16日放送分の手裏剣戦隊忍忍者からですね、登場しましたバイソンキングですね。お供人のロデオ丸、それとバイソンキングバギー。そのお供人のロデオ丸が、バイソンキングバギーに乗って出てくるんだよね。これか、これスター忍者のお供人なんだよね。まだスター忍者が何者なのかいまいち分かってない状態で、このバイソンキングだけもう先に出ちゃったって感じだよね。いきなりお供人出てきていきなりロボ化したっていうね。だから特急ちゃんっていうところのこれはディーゼル王だよね。だから一応ですね、箱の裏側にネタバレがあるんですが見せないで、またテレビで放送されたらですね、これはやってみたいと思いますね。ではですね、早速開けていきましょうか。うん、ここにもスター忍者が書いてある。よしんくん、引っ張り出してください。はーい、よいしょ、よいしょ、忍忍道具来た。はい、こちらがお供人ロデオ丸だね。いろいろ入ってるから取り出していきましょうか。これがブレードだね。おお、これお供人ロデオ丸、まあいろいろ入ってんね。じゃあちょっと取り出していってみましょうか。結構いろいろ大きいね。ちょっとじゃあ組み立ててってみましょうか。はい、はい、ということで完成しました。こちらがバイソンキングバギーだね。そしてこれがお供人のロデオ丸ですね。ロデオ丸青いね。あとこれ、あ、ごめんごめん、忘れてた。これスター忍者のお供人手裏剣ついてたね。はい、バイソンキングこんな感じで結構大きいね。びっくりしちゃった。それでこのロデオ丸が乗るんだよね。そうだね、ちょっと乗せてみてください。こんな感じで乗ることができますね。かなりね、肩こんな出ちゃってるから、なんかこうきつい感じするよね。なんかちょっとね、こんな感じ。ちゃんと転がして遊べるのかなと思いきや、車輪は回らないね、これね。ちょっとダミーな感じで、まあ、ただ丸いから転がして遊べるかなっていう感じで、車輪ではないね。車輪としての機能はないですね、ほとんど。じゃあなんでここ回んねんの。ねえ、これあんま意味ないよね、回っても。だってちょっと回してみようか。回んないもん、ほら回りません。で、見た感じ、前は牛の顔になってるね。まあ、バイソンキングではバイソンだよね、これね。角がありますね。なかなかゴージャスなんで、金でね。そしてここにお供人手裏剣のスター忍者がついてますね。ちょっと撮って、絶縁体も撮って音声聞いてみましょうか。はい、1個目、お供人手裏剣。はい、ザ・カモン。こんな音なの。こんな感じだね。ブロンズな感じかな、銅みたいな。キラキラしたよね、メタリックでね。いい感じですね。ではこの今ね乗ってるお供人ロデオ丸とバイソンキングバギー、これをバイソンキングいってみましょうか。ロボモードだね。はい、ではですね、まずこのロデオ丸を外すでしょ。それで、スター忍者の手裏剣これ外すでしょ。で、牛さんの背中、顔、もろともブワーって取るね。そしたら、もうこの時点でちょっと体っぽいんでね、こんな感じ。そしたら手を開くね。はい、足だ、ここが、開けるようになって、出せるんだね。そしたら、この車輪を足の方にしまう。これで足完成だね。それで、さっきの取った牛さんの背中、これをここにセットしますね。よいしょ。で、牛さんの顔は下に下げます。で、ここにさっきのロデオ丸だ、これが乗っかるわけですね、こうやって。はい、こうね。で、後ろなんだけど、今ね、こんな感じで足が宙ぶらりになってるね。で、これ下下げるでしょ。で、ここなんだ、問題は。さっきやってみて分かんなかったのが、このままでいいのかな、それともこうなのかな、ちょっと分かんないね、これね。多分こうなんじゃない、こうかな。なんかこう足出ちゃってっていうか、こう悪いんだけどさ。それでは最後にここにスター忍者の手裏剣ここにセットして完成だ。音鳴るはずだ、これ。
おお、こういう音なんだ。で、武器持たせて。そうだね、武器がありますね。完成。これで完成です。これがデラックスバイソンキングですね。うん、なるほど。ボイソンキングだって残念なことにですね、手はこれしか曲がらない、これ関節は曲がらないね。あ、横には曲げられるか、ちょっと、あ、ちょっとだけ、あ、反対側に曲がる。うわ、これえぐいな、痛いな、これ。反対側に曲がる。こっちも同じかな。そうだね、反対側に曲がるけど、右もちょっと曲がるか、うん、そして足なんだけど関節は曲がりません。今回足も動かないね、横にちょっと開けるだけ、こんなもんですね。今回ちょっと残念だったね。手裏剣陣がすごい良かったんだけど、でも今後合体する、手裏剣陣と合体するあのホニャララでは多分ちゃんと動いてくれるでしょう、うん、はい、ということでデラックスバイソンキング作っていきましたけど、エシン君どうでしたか。あの、エイちゃん、ちょっとこの虫になってるとこは残念だったけど。そう、虫さんかっこいいじゃん。あ、そうね、角とかってさ、かっこいいけど、あの本編でもね、デラックスバイソンキング出てきましたけど、あれはまあまあ良かったかな、うん、ただね、パパはね、あのスター忍者がね、いまいち好きくなれないかな、まだ、うん、ゴールドでかっこいいんだけどね、うん、どうですか、エイシン君。うん、エリちゃんもワンパーと同じ。本当に、うん、なんか能天気なところがね、ちょっとまだ好きになれないかな。出てきてないしね、ちゃんとね、うんうん、出てきて、どうなるか見ものだね。去年の虹の秋がすごいかっこよかった。同じような感じになってくれていいな、うん、はい、はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーのデラックスバイソンキングでした。